はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ソウルバーナーです。さあ本日なんですが、リンクレギュレーションのあのイベントがね、開始されまして、これ用にね、デッキ組んでまいりました。サラマンゲルドリッキです。はい。ヒートソウルがね、追加されて、さらにストラクチャーも来たので、かなり組みやすくなってるんじゃないかなと思って、すごくおすすめなデッキになってるんですけれども、今ね、まあ、ざっと一番下のランクから始めて、10連勝ぐらいしたんで、サラマングレートで。かなりね、強いんじゃないかなと。あとはまあ上の方に行って、どんなデッキがいるかちょっとね、皆さんも試してみていただければなと思うんですけども、サラマングレート何が変わったかっていうと、やっぱりヒートソウルが追加されましてね、はい。これが出せるようになったということがでかい。属性が異なる際はソグモンスター2体以上っていう条件なので、まあ例えば、まあスプラッシュイメージとか絡めて、サラマングレート蘇生すればもうそれで、ヒートソウル出せますし、今回は一応マイクロコードも入ってますんで、レディデバッカーからマイクロコードをサーチしたりとかして、なんか、サラマングレートの動きしながら、展開していくこともできますんで、まあ、こいつがね、まあ、とても優秀で、自分、相手ターンに1000ライフを払って1枚ずつカードをドローできるから、まあ、アドバンテージがめっちゃ稼げるんですよね。で、出しやすい。非常にこのデッキだと。なので、まあ、理想盤面は1戦目にやってるんだけど、ヒート、ソウルとこのサンライトウルフの転生が並んでるっていう盤面が完成するんですよ。ちょっと上振れると。その展開だと、サンライトウルフがいて、で、ロアーセットされてて、ヒートソウルがいてコンクリートセットできるっていう、なんか、クソ強いカウンタートラップが2枚セットできるっていう最強盤面ができるんですよね。しかも2枚ドロー付きの。これがね、相当強い。と思ってるから、ちょっとね、ぜひね、皆さんも試してみていただければなというふうに思ってます。で、リンクレギュレーションで使っているので、リンクモンスターしか入ってないんですけど、まあね、上の方行くとね、またちょっと、いろんなデッキの、タイプ変わってくると思うから、まあ、誘発の枠はね、ご自由にちょっと変えていただければなと。今入ってるのは、エフェクトベイラーとか、増殖する G、うらら、ニビル、無限保養って感じなんだけど、まあ、ニビルとかやっぱリンクレギュレーション結構刺さると思うし、あと、マレインセスとか、サラマングレートとか、あと、墓地上は結構効くんで、DD クローとか、割と強いと思うんですよ。なので、まあ、そういうモンスター入れてもらってもいいですし、なんかこの辺はちょっとご自由に変えていただければ。メインギミックはまあ、こんな感じで多分いけんじゃないかなと思うので、皆さんもちょっとぜひね、サラマングレート、まだ触ったことない方はぜひこの機会に始めてみていただければなと、いうふうに思ってます。ストラックもあるしね。はい。早速やっていきましょう。バーニングドロー、デュエル、スタンバイ。悪くはなさそうですね、これ。なんなら強いか。これ最強か。これガゼル通れば強いな。めっちゃ。あ、通りそうだな。いいね。これ相当強そうだぞ。レディーバッカー召喚。効果発動。こういうあるか。ない。オッケー。マイクロコーダー手札に変える。これがね、プリーメーカーとね、ソウルバーナーの共闘です。はい。まずは、レディーバッカー1体で、リンク召喚。サラマングレート、ベイルリンクス。ベイルリンクスの効果発動。リンク召喚に成功した場合、サラマングレート3口割りを手札に加えていく。そして手札からスピニーをぶん投げて、サラマングレートベルリンクスの打点を上げていく。そしてガゼルの効果発動、サラマングレートが墓地を加えた場合、自身を手札から特殊召喚できる。そして特殊召喚成功し効果発動、サラマングレートカード1枚をオロから埋葬する。おらら、これレイジロアできるぞ。そしてサラマングレートスピニーの効果発動、自身を特殊召喚。そしてサラマングレートガゼルとサラマングレートスピニーを使ってリンク召喚、現れろ、スプラッシュメイジ。スプラッシュメイジ刺しとくとね、ヒートソウルがめっちゃ出しやすいんだよね。で、スプラッシュメイジの効果発動、自分のうちのサラマングレートガゼルを特殊召喚。ちなみにね、このリンクフェス結構墓地メタ刺さると思います。結構墓地除外 DD クローとか、あの辺割と強そうな気がする。そしてサラマングレートサンライトウルフをリンク召喚。そしてサラマングレートサンクチュアリを発動、サラマングレートサンライトウルフ1体で転生リンク召喚、現れろ、サラマングレートサンライトウルフ。そして先ほどレディデバッカーでサーチしたマイクロコーダーと火の城のスプラッシュメイジでリンク召喚、現れよ、未来を導くサーキット。召喚条件は属性が異なるサイバーストックモンスターに退場。現れよ、デコルトーカーヒートソウル。かっこいい。演出欲しかった、演出欲しかったね演出欲しかったね。マイクロコーダーの効果発動、サイバネット魔法トラップをサーチ、さらにサナイトルフの効果、自分の文字の炎属性モンスターを回収。チェンジャーティー、これでサンライトウルフの効果により
ガゼルを手札に加え、そしてマイクロコーダーの効果によりサイバーネットコンフリクトを手札に加え、そして、いやサンライトウルフの効果と、サンライトウルフの効果によってサマングレートレイジを回収、そしてデコソーカーヒートソードの効果カードを1枚取ろう。まあまあまあ、ここ強かったら強かったっすけどね、この1枚ドローがね、1枚ドローでなんか誘発とか引き込めればよかったんですけども、まあ、うららとかね、あればよかったんですけど、まあこれでもまあ十分でしょう、さすがに。まあこれでターン終了ですね。はい。で、レイジローは構えられてて、コンクリート構えられてるんで、まあ、アンデモ界2回無効と、一応、モンスター2体破壊ぐらいまでが、モンスターじゃなくてもいいけど、デコロとかヒルソンの効果、これちょ、ガンマケアするんだったら、あのドローフェーズで、あの、打たない方がいいと思うんですけど、なんかあるね、これ。このタイミングで、何やるの、うらら、包容、どっちかと思うんだけど、ああ引かせていただける。ああさ、順番逆だった、これセットしたかった。順番逆だったっての結構ありますね、これヒートソウル君のあのドローはね。これ何デッキだ、ワンフォーワンか、なるほど、まだわかんねえ。あー LL か、いやワンフォーワンはダメじゃねえかな。どっちにしても出てきたモンスターの効果止めそうなんで、サラマングレードロワーの効果発動、サラマングレードロワーの効果により相手の発動したマジックトラップまたはモンスターの効果を無効にし破壊する。カウンタートラップなんでね、まあ、チェーンがなかなかできないです、これは。さあ、ゴードン、いや、これもダメじゃねえか。いや、こんな雑に妨害使っていいのか。いや、でもさすがに2枚ドローは許せないな。サイバレットコンクリクト効果発動。サイバレットコンクリクトは、相手が発動したマジックトラップモンスターの効果を無効にし、除外することができる。いや、これ雑に妨害2枚吐かされたな、これ。いやあともう本当にあのレイジしかないんで、ちょっとレイジで頑張るしかないですね。LL、 いやわかんねえな、俺 LL あんま使ったことないんだな。ビリルカナリー君の効果、特殊召喚、特殊召喚、うん、なるほど。いやわかりませんが、その人は何をするマンですか。デッキから LL マジックトラップカードを手札に加える、まあ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 、それはいいでしょう。これ出てきたモンスターしょればいいんじゃない、だからレイジで。いやもうなんか選んで破壊できるから、一応対象取れないとかあるじゃん、なんか入れる確か相談になると、まあそれは大丈夫じゃないかな。ここで破壊するか否か、いや出てきたモンスター破壊したいだろ。セット、なるほど。これなんかターン終了まで自分はエクシーズモンスターしかエクストラ的か特殊召喚できないって書いてますね。これあれかな、相手展開ミスったんかな。そのマングレートレイジ効果、転生リンクしたモンスターのリンクマーカーの数まで相手のカードを選んで破壊することができるとかいうぶっちこれ効果。はい、おらよーし。でサークル発動で、サークル効果でデッキからサラマングレートというのに加える、まあ、スピニーかな。ここはいやさすがに勝っただろ、ヒートソウルもあるし、でサイロットマイニングでヒートソウル効果、バーニングドロー。いやドローしすぎだろ、ドローしすぎだろ。増殖するチートとか使ってませんからね僕、別に。これはあとは最小の特殊召喚でキルを取りに行けばいいだけなので、まあ、とりあえずロア回収しましょう。はい、でレディーデバッカー召喚効果発動、レディーデバッカーの効果によってデッキからとりあえずフォクシーから持ってきとくか。何でもできんなこれ、何でもできる。そしてニビルがねちょっとねケアできないので、まあニビルだけちょっとケアしたいなって思うんですけど、ケアできねえか。でも打点作る分には、まあ、でもこんだけアドバンテージさついてたら大丈夫だろう、さすがに。いって一応ガゼル特殊召喚していきましょう。これできること、多すぎてこれ何やっていいかよくわかりません。逆に選択肢多すぎてこれ何やっていいかわかりませんが、何でもできますこれ。これで3回目、4回目、これアクセスした方だったか。
アクセスした方が良かった。やべえ、ミスった。これ待って、ニビルキアできてない。やばいやばい、これでニビル打たれたら俺おつやなんだけど、大丈夫これ。あ、なそうだな、危ねえ危ねえ。今普通にあのヒートソウルとあれだな、あのレディーバッカーでアクセスした方が良かったですね。まあこのまま殴るか、勝ちか。バトルで1000で殴って、4000、そうね、オッケー。ごめん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 、まだちょっと使いないじゃなくて、このデッキ今普通にヒートソウルとあのレディーバッカーでアクセスしてあげたら良かったですね。これ4回以内で勝てましたね。まあ問題はない。これがプレイメーカーとソウルバーナーの共闘の力。うわー、いや相当強いね、やっぱサラマングレードっていいデッキだわ。あー、まあ悪くないんじゃないかな。無限エフェクトベイラーあるから、まあまあ全然動けるんじゃない。まあ相手の動き止めてなんとかしていきましょう。合剣は、あ、弱っ。うらら合剣合剣。なるほど、フワンダリーズとかですか。フワンダリーズ感がありますね。うららくん手札公開して、うららくん湧いていく。うららが一枚のね。あー、かぐやくん、あ、そういう気か。怪獣ではない、自分で先行取ってるから怪獣じゃねえか。なんだろう、かぐや入ってて先行取ってきて合剣が入ってるタイプ、メタビとかですかね。魔法使いメタビみたいな感じかな。あ、でもエンドなんだ、防ぐことなし。おー、なるほど、わからん。サークルは打っていきますか。サークル打っていきましょう。サークル打つで、デッキはサラマンガイドモンスター加えたいんだけど、なんか裏あります。うららあるんですけど、なんか投げます。うららは別にいいですよ。あー、 OK です。まあまあこれはまあ問題そんなにないかな。でですね、ファルコ召喚からヒートソウルか。一応無限包囲を打たないと無効にされてちょっとバウンスされると展開できないから、ファルコ召喚から入って、ファルコ効果使っちゃっていいな。一応サークル回収しといた方がいいですね。でこれでサラマングレイトベイルリンクス、そしてベイロリンクスの効果とファルコの効果と、チェーン1でチェーン2、ここでうららケアする必要ねえのか。うらら投げたな。でファルコ効果、自分の墓地のサラマングレートカード1枚を手札に加えることができる。これによってサラマングレート、サークルをもう一回回収。なんだこれチェーン、かぐやのあれか、向こうにあっても打てるもんね。かぐやのチェーンかな。でハート発動効果、墓地からサラマングレード蘇生したいよ。なんかあります？ちょ、 DD クローとかマジでやめてほしい。ちなみになんかね、リンクフェスティバル、リンクレギュレーションやってて思ったのは、墓地メタ結構刺さるなとは思った。なんかあの墓地除外とか、なんかその DD クローとかめっちゃ強い。普通に LL 鉄獣からなんか飛んでくる DD クロー割ときつくて、サラマングレイト、マリンセスとかも多分結構きついと思うんだけど、なんか割とね、墓地から蘇生が多いから、リンク召喚の展開のために。こことかね、スプラッシュメイジからさ、ここでパリコ蘇生するんだけど、ここに DD クローとか当たれると結構きついじゃん。だから DD クローとか結構刺さるかもね、もしかしたら。でヒートソウルだな。召喚条件は、属性が異なるサイバー属モンスターに対象、現れよ、デコルトか、ヒートソウル。そしてカードを1枚ドロー。ヒートソウルはお互いのターンに一度1000ライフを払うことによってカードを1枚ドローできるぜ。あ、強い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 、いいんじゃない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 、悪くないね。行け、デコルトかヒートソウル。デコルトヒートバーニングソウル。あヒートソウルさん、ヒートソウルさん、まずい、やばいことが起きた、まずいことが起きたぞこれは。これはちょっとまずいことが起きたな。
やばいな、7000ライフしかない。これ大丈夫かな。あのデッキでもそんなにワンキル取ってくるイメージないけどな、こういうデッキって。あー、なるほど、あれだな、憑依覚醒魔法使いメタビみたいな感じですね。まあそれはいいでしょう。まあ永続トラップカードきついんで、永続トラップしか出てなかったらよかったかなって感じですけどね。憑依連携 OK です。はい、で憑依、覚醒ね、 OK で覚醒発動で、かぐやいるから、かぐやで1枚ドローまでは入るのか。いやでもかぐや召喚効果発動するよな、あれ多分これ。いやこれかぐや召喚したら3100、2150、5250、5500、1500、5500、耐えるね。え、ここ無効にしないと死ぬ。これはこれ無効にしましょう。かなりギリですよこれ。もう一体モンスター出てきたら僕人生終了しますけど大丈夫です。撃つしかないな。過密発動、過密効果。ちょっと君のさ効果無効にした返したいんだけど、なんかある。あ、オッケー、一応耐えた、一応耐えた。これで無効にして破壊できた。で相手も1枚ドローしていく。これで特殊召喚系のモンスターとか出てくるとかなりやばいんだけど。あ、合計、あ、オッケー。じゃあ合計は出てこない、合計はモンスターが出てこないから大丈夫。ライトニングストーム、ウィン、使い手、オッケー。これかぶってない、これは大丈夫。今使えるカードない。耐えたか、2150、3100、耐えたな。これ耐えたんじゃないか。ちなみにもう1枚憑依覚醒あったら終わる。危ねえ危ねえ危ねえ、もう一枚憑依隠しだったら終わってた。ゴーレムは次の俺のターンのスタンバイフェーズに戻るから、まあ2150にしかならなくて、いやーこれ、まあでもハートあるから展開はできるか。1癖怖えな、いや2癖怖えな、あのデッキ癖カードマッチ怖いんだよな。まあ、とりあえずサークル発動して、だらデッキがサラマングレートモンスター持ってこないとちょっと初動なんないので、ガゼルが一番強いですね。であとは相手のバックを踏みに行かざるを得ないですね。いや頑張りましょう。まあ一枚憑依解放だと思うけどね、相手ね、サーチしてたから。なんかあの属性がね、2種類以上の場合は相手のカード破壊しながら攻撃力1850になって出すっていう効果なんだけど、まあ、いやアクセスでモンスター破壊できるんで、対象取んないからビッチクラフトゴーレムは出ないし、とりあえずデバッカー召喚からでいいな。 デバッカー召喚効果そう。え、なんかサイバースドッグ持ってこれるよ。いや、ハートあるから強いな、これ。別にモンスターでも破壊されても大丈夫だからな、レディーバッカーを。一応、ベイルリンクスに変換していく。で、ベイルリンクス墓地落ちてるんで、あともうこっからは解放効かないですね。あの、アクセスに効くか。アクセスに効くな。なるほど。ってことは、どっかでヒートライオをかませて、解放踏みに行かないといけないのか。サンクチュアリ発動で、あ、かぐやくんね、あー、はい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 、ここで使っていただける。で、かぐやくんの効果は1枚墓地送れば大丈夫。ここで使ってくれたらでかいな、ここで使ってくれたらでかい、かなり。もうかぐや飛んでこないから。で、ガゼル効果、サマンガイド墓地送られたんで、自身を手札から特殊召喚できる。で、特殊召喚成功時、サラマングレートカードを墓地送れる。これは展開力増やした方がいいと思うので、落ちてないのは、ジャック・ジャガーかな。ジャック・ジャガー。よし。で、ジャック・ジャガー効果使って、ベイルリンクス戻していいね。ベイルリンクス戻して特殊召喚。OK。で、一旦サンライトウルフかな、一旦サンライトウルフかな。リンク召喚現れろ、サラマングレイトサンライトウルフ。よし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 、いけるぞ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 。あのセカードなんだ、解放だな。オッケー、まあ解放はいい、あ、解放じゃない、連携か、連携はいい、連携。俺ずっと解放って言ってたな、連携だ、俺が言ってたのは連携で。特殊召喚しながらカードを1枚破壊するという効果で、それをベイルリンクスで耐えていく。よし、あと1枚やな、伏せカード。あの伏せカードなんだ、あの伏せカードなんや。あの伏せカードなんや。ヒートライドこれ出せる、スピニーで手札に戻すのはジャックチャが戻して特殊召喚して、で、サンライトウルフ効果発動する。
でガゼル戻す。でスピニー、あ、いけそうだな。スピニーまだあるよね。スピニー俺使ってないんだこれ、このターン。あれ使ってないよな。スピニー行こうか。でまあ打点上げるのどうだったらいいや、サンライトウルフで墓地からスピニー発動して蘇生ですね。スピニー蘇生する。で転生リンクス、いや、ヒーならでいいか。ヒートライを、ヒートライを、はい、はい。でヒートライをリンク召喚成功時効果、マジックトラップカードを選択し、そのカードをデッキに戻す。あ、オッケー、よし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 、オッケーオッケー。でハート使う。いや、これいったろ。で自分の墓地からサラマングレイト蘇生、こうですね。でアップデートジャマー作って、オッケー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 、よし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 、いいぞ。いや、展開力見せれてる、相当な展開力見せれてるサラマングレイトので、トランスコード一応作って、アップデートジャマーとヒートライオでリンク召喚現れよ。トランスコード投下、そしてアップデートジャマー効果発動しない。トランスコード投下の効果発動、アップデートジャマーを墓地から特殊召喚、そして現れよ。未来を導くサーキット、召喚条件は効果モンスターに対処。うおー、風をつかめ、ストームアクセス、アクセスコード投下、そしてアップデートジャマーの効果、さらにアクセスコード投下の効果を発動。アクセスコード投下の効果により攻撃力を5300にする。そしてアップデートジャマーの効果によりアクセスコード投下はこのターン2回攻撃することができる。アクセスコード投下の効果発動、アクセスインテグレーション、アクセスコード投下の効果発動。うわー、つえー、さすがサラマングレイト、ここから返せるぜ。いや、楽しいっすね、リンクレギュレーション。いや、なんか全然環境違くて普通に楽しい、このレギュレーション。なんかマリンセスとか、あと、サラマングレイトとか、あと LL 鉄獣みたいなデッキとか、なんか結構当たるんですよ。LL 入ってないパターンもあるけど、なんか鉄獣ギミック入ってるデッキとか。なんかね、普通にやっぱね、リンク召喚、真面目にやっている方が多くて、なかなか楽しいですね。あと相手、あ、勇者ギミック、これ、グリフォンライダー禁止だったんだけどな。これなんで勇者ギミック入ってんだ？グリフォンライダー禁止やぞ。もう知らねえのか。アラメシアの木打ってもそっちよないぞ。ドラゴバック、なるほどなるほどなるほど、まあ、それは全然いいですわ。グリフォンライダー禁止だよね、このレギュレーション。運命の旅路効果、はいはい、魔鋼戦士はいいや、魔鋼戦士はいい、それは全然問題ない。はい、でドラゴバック捨てる。はい、でドラゴバックを装備するまではいいや。まあまあまあ、そんなドラゴバック程度のね、あのトークンはもう全然問題ないですよ。で魔鋼戦士も出てくる、まあそれも別にいいや。魔鋼戦士はなんか戦闘で破壊するとトラップカードセットみたいな感じでね。なんか俺勇者ビートみたいなできるの俺。岩戸キショイ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 、お前真面目にリンクしろやだこのゴミデッキ。まあ、無限保養で分かせるわ。無限保養とかいう最強カードで分かせよう。よかったー、握ってる無限保養。危ねえ。クソ危ねえ。無限保養なかったら負けやからな、これ。あー、強い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 。いいね、いいね、いいね。無限保養2枚引きはいいよ。で、分からせよ。分からせる、分からせる、分からせる、分からせる。無限保養発動。無限保養効果。天の岩戸くんを無効にしていく。きっしょ。無限包容入ってるな、入れてるんじゃない、デッキに。そんなゴミカードやめろやめろ、キモすぎる、キモすぎる。キモすぎる。どうしようこれ、展開したらリソースなくなるしな。てか展開できないそもそも。いやー、これ難しいな。これ1枚セットしてんのか、1枚セットして、まあ、ハーピーの羽防御とか光ったらめんどくさいから、1癖でドラコバック使わせて、まあ、一応1枚セットか。
これで一応ドラゴバッグ使わせるなりなんなりしてもらってハーピーのハルボッカなんか打っていただいて、で次のターン無限紅葉をぶっ込んで、いやでもこれセットする必要なかったか、これどっちにしてもライフで受けるしかないんだから、これセットする必要なかった説はあるな。やべえ、これもしかして俺これドラゴバッグ使われないっていう選択肢出てきた、やばい相手。ちょっと待って戻そうぜ、そのセットカード戻してくんねえか。無限保養やべえ、ちょっと待って、これ恨めってるかもしれないこれ1枚セットしたのめちゃくちゃ恨めってるかもしれない、これセットする必要なかったかもしれない。やばいやばい、これはこれはやばい、終わったいやセットしなければよかった、いやミスった、なんで使わないのドラゴバック、ドラゴバックで戻したくなるじゃん、1クセはそれはないわ、ちょお前リンクせえやマジでリンクしろやお前、リンクレギュレーションだろ、リンクしろや。